はい、どうも皆さんこんにちは、キナです。今回はですね、ドラゴンボールレジェンズね、ついに4周年来ましたということで、めちゃめちゃね、お知らせ更新されていると思います。で、始めたばっかりの方とかもいるんで、ちょっとね、まとめて喋っていって、僕ができるだけ噛み砕いて、説明できたらなというふうに思います。ただ、僕もですね、まあ初見でありますので、この、お知らせ文は、はい、そこはよろしくお願いいたします。レジェンズ4周年ね、いっぱい動画あげるんで、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、いきましょう。ありがとう4周年ってことで、まず来ましたよっていうお知らせですね。スーパーバトルっていうことで、これがですね、毎年やっています、周年中の限定ストーリーということで、まあ結構面白い内容だったら、まあ動画にしてあげていこうと思います。で、続いてこちら、究極の聖戦ということで、ガチャが新しく来ましたね。身勝手の極意極みと、変身するブルーベジータですね。こちらが、まあ3時から来ていますよと。こちらのガチャね、引いてみた動画と新キャラ使ってみた動画上げてますんで、よかったら見てください。で、続いていきます。400連ガチャですね。これは生放送でも言われていました。最初の10日間ログインすることによって、マックス400連のねガチャを引くことができますよと。で、今回に関しては LL キャラクターレジェンズリミテッドっていう、まあ、なんだろう、結構限定キャラクターみたいな、感じのやつも対象になっているんで、いいですね。うん、という感じで。で、そのレジェンズリミテッドが1体確定のガチャチケットも、プレイすることができますよということで、10日間に1回このチケットをもらうことができますっていう感じですね。はい。で、まあこんな感じで1回目2回目3回目4回目でラインナップが追加されていくって感じです。はい。で、続いてこちらが、アニバーサリーパック販売中っていうことで、アニバーサリーのスペシャルアニバーサリーパックが、期間限定で販売。いくらなんでしょうこれ。アイテムが詰まった、たくさんの、なんか袋が販売されますよと。で、まあ、内容としては、まあ、お金の値段にもよるんですけれども、お一人様4回限定で、レジェンズリミテッドの確定、10連ガチャが引けるということで、まあちょっとまあ後で見ていきましょうかこれは。はい。で、今回だけの BGM が、究極の聖戦ですねが出ますよと。まあ聞こえてますね今でも。で、指導第7宇宙開催ってことで、こちらがね、イベント限定さんのキャラクターで、まあ僕性能全く見てないんですけれども、はい、手に入るよということで、まだ使ってみた動画とかあげるかもしれません。で、海王様の、チャンスタイムということで、これはですね、イベントを、やることによってなんか、剣がもらえるんですよね。チケットもらえまして、それと弾を交換しますよと。で、弾の、番号を自分で選べるんですよね。で、後で運営さんが、選んだ、なんていうんですかね、番号と重なっていたら石がいっぱいもらえるよっていうような、内容になりますね、簡単に言うと。で、4周年メダルで、いっぱい集めると、レジェンズリミテッドのマルチゼットパワーとか、その他豪華な、まあ、チケットがいっぱい手に入りますよって感じですね。はい。石も多分手に入ると思うんで、やってみてください。で、最大4000個の時の結晶が手に入るスペシャルミッションが登場っていうことで、こちらも後で内容を見ていきたいですね、時間があれば。はい。4周年記念メダルを集めてミッションを目指そうということで。はい。で、スペシャルログインボーナス、こちらも、めちゃめちゃね、石とか、4周年メダルとかチケットとかもらえますんで。で、冒険の方も始まりましたよということで、アニバーサリードリンク、これはですね、始めたばかりの人に言っておくと、冒険書っていうのをね、イベントで集めまして、ここで冒険駆け出すことによってアイテムを得られますね。それでアイテムでいろんな、なんだろう、修行アイテムとか、あとはエネルギーとか交換しようっていうような内容になってますね。うん。そんな感じになってくると思います。はい。ということで、ちょっと戻りまして、ザラーっといって、まあ、こんぐらいですかね、大きいのは。あと、神論、あ、結構ありますね、まだ。神論の、イベントとかがありますね。これは友達と二次元コード、バーコードみたいな、QR コードか、を読み込んで、なんかいろんなアイテム手に入れようってやつですね。はい、LINE とか Twitter とかで、友達とやってください。で、これは飛ばしまして、ホイポイコインを集めてアイテムゲットっていうことで、今回はですね、めちゃめちゃ面白いですね。今回のホイポイコインは特別なフラグメントプラス、LL のマルチゼットパワーがラインナップに追加されているということで、600ですか！それはでかい！これ600ですね。はい、めちゃめちゃでかいですね。ということで、すごいです。はい、LL キャラクターをめちゃめちゃ強化しやすいやつですね。で、石も手に入りますよと、最高。で、超次元京都次元開催ということで、こちらは、まあ、後で攻略動画上げるかもしれないですね。まあ、ポイポイコインが手に入るんですね、今回は。面白い。で、チャレンジレイドについては、また、
8日からなんで、まあかなり後になるんでまだいいかなと思います。はい、あとは、究極激戦毎日ステージを攻略して超豪華報酬をゲットってことで、これが LL キャラクター当たる可能性のあるチケットが手に入るってやつですね。超高難易度バトルってことで、まあ初心者さんには難しいかもだけど、はい、結構やってるよって人は頑張ってみてください。はい、そんな感じですかね、大きいのは。まあまだまだあるんですけれども、ワールドミッションとか、あとは最強フラグメントコレクション、これはまあいろんなね強いフラグメントを装備を、つけられるやつが復刻したって感じですね。はい、まあ、大きく言ってこんな感じになるかなと思います。はい、やっと一つ目のお知らせを読み寄ることができました。で、2つ目、これですね、アニバーサリーセールということで、まあいろいろ出てますね。はい、多分この一番上の時の結晶1000個が320個と同じ値段で手に入るってやつが一番安いですね。ちょっと見ていきましょうか。ついでにさっきの福袋みたいなやつも出てると思うんで値段見ていきましょう。1480円、思ったより安いね。マジか思ったより安かったです。はい、もっとすると思っていましたが、はい、思ったより安かったんで、 LL 確定なんで、まあちょっと引いてみたい人は引いてみてもいいかもですね。はい、っていう感じでこの宝箱も開けておきましょう。スキップチケット何でもいいですで、この右下のね、セールのやつが多分一番安いと思うんで、はい、よろしくお願いしますって感じですね。あとはまあいつも通りのセールって感じなんで、検討してみてください。はい、ということで、続いてショップは終わりまして、いろいろあると思うんですよね。超バトル、まあでもさっきまとめて言ったんでそんなにもう大丈夫ですかねって感じでございますけれども、細かいところを喋っていくと、ガチャとかが結構更新されてるんでそちら見ていきましょう。はい、とりあえずこの究極の聖戦は、僕が引きまして、でありがとう4周年のやつもさっき説明しましたね。でこれね、これが多分福袋ですよね。福袋で引けるガチャになってきますね。なんで、こちらのラインナップ見ていきましょう。極ベジとトップソーそれ以前の LL キャラクターって感じか。なんでレジェンズフェスティバルまでのキャラクターが、出ているということで、まあ強いキャラクターいますね。特にこの前3人とかは現役ですし、余裕でここら辺のキャラクターも強いです。なんで、まあ始めたばっかりの人でも、どうなんだろう、基本的には多分こっちのガチャ引いた方がいいと思いますけれども、まあちょっとたしなむ程度で、引いてみたら面白いかもしれませんね。で、こっちのガチャがね1回だけ石使うことによって引けるってことなんですけれども、まあこれは引いてみてもいいと思いますね。はい、 LL 確定ってなってるんで、まあ確定してるんだったら結構美味しいんじゃないかっていうのがあるんで、はい、引いてみてもいいかもしれないですね。はい、そんな感じで、あとは、ハッピーウィークエンドとか来てますけれども、周年中はまあちょっと渋ってもいいかもしれないですね。さすがに大型イベントの時はそんなにがっつり引く必要もないかなというふうに思います。あとはちょろちょろガチャ内容変わっていますけれども、レジェンズアニバーサリー、コラボレーションか、コラボレーションってことで、これはまああんま引く必要ないかな。SP 確定ってなってますけど、あんまり美味しくないと思います。そんな感じですかね。はい、ということで、まあ本当にね噛み砕いて今回は喋、っていったんですけれども、まあ本当にねいろいろありすぎて僕もなかなか追いついていないです。はい、これはまあ全ユーザーと協力していろいろ達成しようってやつなんで、まあ、あんまり意識する必要ないかなと思います。受け取りだけはしっかりしましょうね。で、ドラゴンボール探索も喋りましたよね。はい、ここで、QR コード出して、受け取ってもらえればなというふうに思います。そんな感じで、今回の動画は一旦終わっていこうと思います。何かね4周年始めたばっかりでわからないよとかいろんな、質問ありましたらぜひとも、コメント欄の方で教えてください。あ、最後に交換所で4周年メダルの交換先だけ見ておきましょう。はい、こんな感じですね。今回は石手に入らないのかな。あ、石入らなさそうですね。ちょっとそれは意外だったけれども、はい、これまでに排出された PVP のこのメッセージとかも復活してますし、僕全然取ってないな。で、まあ基本的にはまあこの上のチケットとかレジェンズリミテッドの LL マルチとか、ソウル交換メダルとかを交換するのがいいんじゃないかなっていうふうに、思いますね。あとはこの不法意の海王様のチケットあたりですかね。はい、そんな感じで、4周年の情報を、まあ、一応まとめて読んでいきましたけれども、本当に複雑な、周年イベントになってくると思うので、またね
なんか初心者向けの動画とか上げていこうと思いますので、よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。